吉田さん、今日も暑いですね。でも振り返ってみると、この億万長者合宿のやり取りって、雪が降ってる動画もあったじゃないですか。いや、季節を超えてますね。すごいですね。やっぱりね、このぐらいのラリーができるといいかなと思います。実は2017年、私ね、速稼塾ファイナルっていうプログラムをやったんですけども、これね、12月25日からスタートして、最終日が7月の19日なんですよ。冬に始まって夏に終わるみたいなプログラムですよ。半年ぐらいかかりましたね。222日だったんで半年以上ですかね。まあ結局何かやるってことになると、このぐらいのエネルギーは最低でも必要なんじゃないかなと思います。でまあ手前味噌かもしれませんけども、このね、速稼塾ファイナルの中には、その月収1000万とかも生まれてるんですよね。だそう考えると、やっぱり量をやる中で達成できるものっていうのが計り知れないってことが私言えると思うんですよ。この速稼塾ファイナルだけを例に取らなくても、寮をやった人の中にはどれだけのね、名プレイヤーが生まれてるのかってことを考えると、本当に日々素振りをしているイチローさんとかね、もうものすごく大金星じゃないですか。でも寮をやったからといって全員がゴールに達するわけではないんですよ。ただ寮をやらなければ何も始まらないってことなんですよね。一貫して億万長者合宿では量をやることっていうことを ね申し上げてますけども、その量がね、やっぱり甘いというね、全然量の数にも入ってない 1,000,2,000 で量をやったなんていうね、言い出す始末ですから、ちょっと始末に負えないんですけども、やっぱりね、基準値ね、1万っていうところかなと思いますよ。でその中にはですね、量をやる中では、同じパターンがどんどん見えてきた時に、それを一つの言葉でくくるっていうことができてきます。だから名言を発することができる人って、やっぱりね、量をやり込んだ人だと思うんですよ。そしてその名言によって、そのたくさんの量が全てね、含まれている、そういうふうなことにもなるのかなと思います。まあ、私はね、速稼塾という塾を設けました。最初はゼロの量だったんですよ、その速稼塾。でも今となって6年経って7年経ってみるとね、速稼塾というものの中には相当な量が詰め込まれてます。速稼塾の一つ、サイトアフィリエイト1万4000サイトで月収300万を超えたということをね、ずっと申し上げてますしね。で、転売の量も果てしないですよ。転売の量をこなすために、私はね、まとめ買い、まとめ売りっていうのをしてきました。まあちょっと前にもお話ししましたけども、カメラ転売をするときは、カメラ転売をする人向けへの買い取りとか、カメラ転売をする人向けへのパッケージの販売とかしてきましたんで、一眼レフカメラを5個とか10個とか束で売ってましたからねだからこういう風にしていくってこと、発想が生まれてくるのは量をやったからなんですよ。他にも FX も量ですね。私ね、3年ぐらい FX を毎日相場解説してます。毎日ですよ。だから1日1個の相場解説動画を上げたとしても、もう1000本超えてるんですけども、1日に複数回やる時もありますから、だいたい軽く3000本超えてます。 FX の動画だけで、非公開のものもありますんでね、3000本以上になってますけども、まあ、このぐらいやればさすがにですね、さすがに負けなくなってきますよ、3000回ぐらいやったら、でやっぱりね、量があればパターンが見えてきて、パターンを一つの言葉にくくってっていう、そういう風なね、流れになってくるのかなと思いますけどね。はい、では今日はね、民謡の発表会というか慰問がありますんで、ちょっと支度して和服に着替えてちょっと歌ってきますね。では失礼します。